ギー・ドゥボール・ギー・ドゥボールは、フランスの著述家、映画作家、アンテルナシオナル・レトリスト、後にアンテルナシオナル・シチュアシオニストの、グループ創立メンバー。一時期、社会主義家やバカ家運動のメンバーでもあったと、言われている。パリに生まれた。父親を早くに亡くし、地中海沿岸の町で祖母に育てられた。彼は頑固な若者で、高校を卒業後、 法学を学んでいたパリ大学を中退した。革命的な詩人、著述家、映画作家になり、アンテルナシオナルレトリストをジルジェイ・ボルマンと共に設立した。1960年代には、アンテルナシオナルシチュアシオニストを率い、1968年の5月革命の勃興に影響を与えた。1970年代には、シチュアシオニスト運動を解散し、 映画界の大物であり、出版人のジェラール・ルボビッシュによる資金援助の元映画制作を再開した。日本の作品がこの時期に生み出されている。スペクタクルの社会と我々は夜にさまよい歩こう、そして全てが火で焼き尽くされんことをである。アンテルナシオナルシチュアシオニスト解散後、ドゥボールは関係を隔離して読書、時には書き物をして時間を過ごしていたが、 政治その他の雑誌とやりとりは続けた。特に、ルボビッシとイタリアのシチュアシオニストジャンフランコ、サンギネッキとは関係が続いた。彼の生涯を通じてのアルコール消費は彼の健康を蝕み始めた。明らかに多発精神経炎の症状から苦しみを止めるために過剰な飲酒となり、自殺を企わって1994年11月30日に ベルラモンターニュの彼のコテージで、自らの心臓を拳銃で撃ち抜いた。ィード・ボールが最も知られているのは、理論書、スペクタクルの社会と、スペクタクルの社会についての仲介によるものである。これに付け加えるに、メモアーズ、パネジリック、セット・モーベイズ・レピューテーション、コンシダレーションズ・シュール・エル、アッサシナ・デ・ジェラール・リボービシュなどのたくさんの自伝的書物がある。他にも多数の論文。 記事を、時には、無署名で、ポトラッチし、裸の唇し、猫たちは緑色であるし、そして、アンテルナシオナルシチュアシオニスト氏に書いている。この広い意味で、ドゥボールの理論は、第二次世界大戦後、欧州の近代化の経済力によって、日常の生活圏の講師ともにわたる近代化の精神的衰えについて説明した。同一問題の双子の顔であるとして、 西側の資本主義と東側の国家主権主義との両方を拒絶した。トゥボールが仮定した疎外論はスペクタクルの侵略する力によって映像によって調停された人々の社会関係であると説明できた。トゥボールの分析はカール・マルクスとルカーチ・チジェルジが切り開いた物証化と物心崇拝への言及へと発展した。この分析はメディアなるものの歴史的、経済的、 心理学的ルーツを徹底調査した。疎外論とは感動的な説明あるいは個人的な心理学以上のものであるという意義も仕立てがこの学派の中心であった。むしろそれは資本主義でその頂点に達した社会的組織の商業形態のある帰結であると。アンテルナシオナルシチュアシオニストはドゥボールと彼の仲間が組織した政治・芸術運動であり、 同盟の新聞で表現活動をしていたわけだが、スペクタクルから個人の自治を取り戻すことによる階級闘争に関わるための一連の戦略を作り出した。これらの戦略は漂流や逸脱といったダダやシュルレアリスムの伝統を引き継いでいる。イズは基本的にレトリスム、つまりポストノールイコールシュルレアリスム作家と詩人、書かれた単語を聖油のシラブルへと減らすことで、 ブルジョア的価値を破壊することに捧げられた表現者のメンバーを継承している。しかしながら SI は文字主義者たちの正式な目的とは手を切り、その会員の多くを奉願した後に1959年までには設立されたものである。理論的分析と出版と少数メンバーのほとんどの追放の激しい時期を経て1972年に解体した。 ドゥボールの最初の書籍、メモアールは、紙やすりの表紙で想定されており、隣り合わせになった他の書籍を破壊するようにできている。ドゥボールは、おびただしい電気やフィクション作品、美術作品や歌の主題となっており、その多くは、シゲノブ・ゴンザルベス著の電気、ガイディボーウ・ラボーテージネガーチーフにカタログ化されている。ありがとうございます。